カニグー修道院サンマルタンデュカニグー修道院はフランスピレネー山脈にあるカトリック教会の修道院。短縮してカニグー修道院とも呼ばれる。ピレネーオリアンタル県の小さなコミューンカストイユに属する。修道院はカニグー山の岩がちな先方の奥に佇んでいる。1889年歴史的記念物に指定された。この修道院は サルダーニアハクギフレニセイの発案によって設置された。初めて文献に登場するのは997年であり、この頃には建設工事が始められていたと考えられる。これ以降に呼びただしい数の寄進が行われており、建設が簡単なく着実に行われていたことを示している。教会は1 0 9年11月10日、エルヌ市教オリバによって聖別され、聖母マリア、聖マルタン、 聖ミシェルへ剣道された。そのしばらく後に、聖ゴデリックの繊遺物を授かっている。これに際して、修道院と教会道が拡張され、再び性別された。サルダーニャハクギフレ2世はこの修道院で寄席を送り、1049年に没した。しかしながらこの修道院の衰えは早く、早くも12世紀には、サントマリード・ラグラス修道院に併合された。 この併合は摩擦の原因となったが、これは最終的にローマ教皇の仲裁により解消されている。しかし修道院は回復の困難なほどの衰退に陥ることとなった。また、カタルーニャ地方に多くの爪痕を残した1428年2月のカタルーニャ大地震により深刻な被害を受け、教会はどうにか破壊を逃れたものの多くの建物が破壊され、首脳は 先端が損なわれた。修復には、アルヌシ教座が動員されたものの財力が不足しており、再建工事は非常に長引くこととなった。1506年に修道院はフランス王家の管理下に置かれ、1782年、ルイ16世によって、教会財産は国有化された。フランス革命後の恐怖政治時代、最後の修道士らが追放された後で、 修道院は閉鎖され、修道院内の財物は試算した。その後、建物の石材は、周辺住民によって、建設資材として転用され、回廊の中東や彫刻、家具などは持ち去られた。修道院の再興は二十世紀初頭をまたねば、ならなかった。1九百二年に、カタルーニャ人である、ペルピニャン司教、ジュール・イマリード・カルサラード・デュポンが再建に着手したが、この時点では、 主老、一部崩壊した、教会堂及び仮想部回廊の三歩老しか満足に残されていなかった。この再建作業は1932年までかかることとなる。1952年から1983年にかけて被災ベルナールド・シャバンヌが修道院の修復工事を行い、宗教生活を復興した。ありがとうございます。